GoPro にマイクロ SD カードを入れ忘れるという大失態をして、スタートが1時間遅くなった TJ です。現在ね、寝頃、今日は相変わらず一人なんですけど、気仙高原スカイライン、ものすごく久しぶりに通ってみようかなと思いまして、出発しているところです。今日はね、本当は河原を走ろうと思って、フル装備、もうブーツまで履いて今日は出発してきてるんですけど、河原がちょっとねぬかるんでてコンディション良くなかったので、で急遽河原を中止して気仙高原スカイライン向かってみようかなと思ったわけです。こういうアスファルトの上走ってるだけなのに、こういうオフブーツ履いてるとめんどくさいですね。やっぱり履いてるブーツがガエルネのブーツ履いてるんですけど、結構へたってきてまして、次ね、オフブーツ買い替えるときはフォックスのコンプ X、 一番軽くて一番柔らかくて、そんな緩いブーツが欲しいですね。ちなみにオフロードブーツを買おうかなと考えている方に一つだけアドバイスしておくとすれば、予想以上にオフロードブーツって重たいので、できたら軽い軽量って歌っているモデルを買った方がいいと思います。硬さはね慣れるかも。で、たまたま近くのお店にフォックスのコンプレックスのドンピシャのサイズが置いてあったので試しに履かせてもらったんですけど、フォックスのコンプ、まあ、エントリーモデルのブーツになるんで、とてもね柔らかくてものすごく軽いっていうイメージでいたんですけど、まあ、そうでもなかったですね。重量的にはこれと変わらないぐらい、やっぱりね軽さ重視した方がいいですよね。紀の川インターの北側ですね、ここを曲がっていきます。そろそろ気仙高原スカイラインですね。民有林林道気仙高原線の起点、10キロの林道ですね。行きます。よいしょ、はい、こんなとこ行きたくない今日は。
汚したくないのにな今日。痛い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 ってもう。あ、もうここだけは嫌、ここだけは嫌。せっかくなのでハイランドパークコカーまで行きます。さよなら。